浜寺公園駅は大阪の難波駅から海沿いを南下し和歌山市駅までを走る南海電鉄の駅です。明治30年に開業した浜寺駅が明治40年に浜寺公園駅として建て替えられた木造平屋建ての洋風建築です。設計は日銀本店や東京駅などを手掛けた建築家辰野金吾によるものです。柱や梁を外側に出して壁を漆喰などで塗り固めたハーフティンバーの作りが洒落ています。車寄せの柱は辰野金吾を指導したイギリス人建築家ジョサイア・コンドルが設計した鹿鳴館のテラスの柱によく似ています。堺市の浜寺地区にはかつて日本でも有数の海水浴場がありました。現在砂浜は埋め立てられ駅名の由来となった公園の一部になっています。またこの辺りは関西屈指の別荘地高級住宅街としても知られた地域です。浜寺公園駅はその玄関口として風格を漂わせています。浜寺公園駅の正面はヨーロッパの様式を取り入れた左右対称のデザインになっています。向かって左側が駅事務室、右側が一等待合室として設計されました。平成10年浜寺公園駅は国の登録有形文化財となりました。潮風が香る住宅街の駅は明治の名建築と称えられる木造駅舎です。